T-42 はソビエト連邦の試作戦車である。実現していた場合は多方等戦車にカテゴライズされる。計画は1930から33年頃に始まった。ソ連は当時まともな機動戦力、国産の戦車としては T-18 しか持たず、人民委員会にはイギリスが開発した A1E1、e、インディペンデント重戦車をもとに 技術者たちに重戦車の開発を要求した。そこでまず T-30 多方当戦車の開発が始まったが、技術的な問題でうまく行かず、ペーパープランに終わる。続いて、ラパロ条約によって、ソ連で兵器開発を進めていたドイツの技術者たちを集めての多方当戦車開発に着手した。これが本社開発の経緯である。ソ連が、 ドイツの技術者たちに要求したのは75トン前後で重装甲の戦車というものだった。しかし当時、多砲塔戦車イコール軽装甲という宿命があまり認知されておらず、大型の車体に手砲と2つの副砲、4本か5本の機銃を搭載し、さらに本来の目的であった重装甲を搭載した結果、100トンを超える超重戦車になるという試算になった。 基本的な設計は T-35 に近い。当時これほどの大重量を稼働させるほどのエンジンを車載することは不可能であり、制裁計画は凍結され、T-30 同様ペーパープランの域を出ることはできなかった。実現していた場合、おそらく T-35 やマウスをも超える大型戦車になっていたと思われる。エンジンは 機関車のエンジンを用いる計画もあったが、実際には試験もされていない。また、運用段階に至ったとしても、複雑な砲塔の配列や超重量による移動の不便さから、ソ連の首脳部が多砲等戦車そのものが失敗であると、実戦で思い知ることになる冬戦争や、独ソ戦以前でありながら、役に立つ代物ではないという結論に行き着いた。 超重量で橋を渡ることがほぼ不可能でありながら、潜水装備などもなされていない。ありがとうございます。